金太子年は大韓民国の政治家、国会議員、共に民主党所属、1965年全羅南道順天市で生まれた、景気大学校行政大学院修士課程卒、景気道上南市で上南青年団体協議会の議長、民主主義民族統一上南連合共同議長などを務め、市民運動家として活動した。 2004年、ロブゲ元政権与党の開かれた売り党から国会議員に当選し政治家となった。2004年、第17代総選挙に景気道上南し、受育から立候補して当選。以後、2020年に行われた第21代総選挙まで4回当選を続けている。ムンジェイン大統領と同窓の景気大学出身であり、政治的にも近い関係であるとされる。 2020年5月7日、共に民主党当選者総会で163票のうち82票を獲得し、与党院内代表に選出された。2018年10月2007年に行われた10.4南北首脳宣言の11周年記念式典に出席するために朝鮮民主主義人民共和国を訪問。先方では、 李前圏祖国平和統一委員会委員長からお腹が出た人に予算を任せてはならないと皮肉くめいた言動を投げかけられたことが報道されたが当事者の金多年はゴシップを作り出すな。本質は薄れるとして騒ぎにしない姿勢をとった。2019年1月8日、党幹事会において徴用口訴訟問題、韓国海軍レーダー照射問題に触れ、安倍晋三首相が あらゆる懸案で直接前面に立って、対立を煽り、極めて遺憾だとの姿勢を示した。ありがとうございます。